久保さんですね <laughs> いや何なん,なんでしょうね億万長者合宿って <laughs> まあまあ事実を言うんであるならばあの億万長者合宿に一番参加してるやってるのは主催者である僕と久保さんと <laughs> まあ本来だったら参加した人が僕たち以上にやるべきだと思うんですよねだって億万長者になりたいわけじゃないですか うん、僕正直億万長者になりたいかっていうとそのためにやってないですからね今うん多分気づいたら億万長者になってるとは思うんですけど別にそこを目指してるわけじゃないんで気が付いたらあれ通帳に何億円あるぞみたいになってると思うんですけどねただ日々やることはまっすぐにひたすらまっすぐにっていう積み重ねるっていうそう ね、た,ただそれだけですよね。うーんなさっきね、僕も動画撮ってたんですけど、まあそこでもちょっとそれはいろいろ言ったんですけどね。まああとね、さっきコンサルしてたんですよ。コンサル終わったんですけど、いや、結構ね、言われるんですよね、今やってるその方には、すごい。それ毎回言うとこう言われるんですけど、本当に言われるんですけど、いや、吉谷さん、それは吉谷さん、それは吉谷さんっていうね。 まあ僕がね、まあ、あの最後にまた、まあ、もう毎回言われるんで、もう飽き慣れてきたんですけど、まあ、今回のコンサルで僕が言ったのがいやあのうん、僕にはやっぱ伝えられない人がいますよと。まあ、その方今50なんですよ。で、じゃあね、まあ、その方に言ったのが、まあ、40代から始める YouTube みたいなペルソナでやってくださいって言ったんですね。40代から始める YouTube、どういうふうにやるのかっていう。 じゃあ、この発信っていうのは、僕、ね、なんだ、30代なわけですよ。30代の僕がね、40代から始めるって言ってもね、いや、お前30だろうって言われるじゃないですか <laughs>。でも、その方、50なんですよ。50歳っていうのが武器になるわけですよ。50歳の人が言うから伝わる。だから、久保さんだから伝わる。久保さんだから、その久保さんの年季が入ってる風格だから、ね。 聞くっていう人もいるし、お前若造が何ペラペラね、神田会声で何か言ってんだっていう、僕の、僕と久保さんが言ってるメッセージっていうのは大した変わらないけども、僕の話を聞く耳を持たない人がいるわけですよ。だけど、久保さんの話だったら聞く人がいるわけですよ。だから、あなたにしか伝えられない、あなたにしか集客できないお客さんは絶対いると。絶対いるんですよ。うん。だからやればいいと思うんですよね。 だから、なんだろうな、久保さんだから、吉谷さんだからではなく、私にできることをまずやるってことです。で、私にできることすらやってなくて、ほとんどの人は私にできることすら、自分にできることすらやっていなくて、人を棚に上げていくんですよ。<laughs> いや、まずやってみろと。自分ができることをまずやってみろと。手持ちのカードをまず出して戦ってみろと。手持ちのカードを戦ってないのに、ね、なんか、いや、 この人あのカードあるからどのこうのとか言ってるわけですよいやいやまず戦えと手持ちのカードで勝負しろという話ですよでも勝負も勝負もせずにねああだこうだ言うのはそれは場違いじゃないかなとで勝負をしてそこで負けたんだったらじゃあなぜ負けたのかを掘り下げて次の戦略を立てればいいわけですよでもそれを勝負しなければ手持ちのカードをどう出していくかっていう戦略も作れないですよね もし手持ちのカードを順番をね、こう出していけば勝てるっていうロジックができるかもしれないですし、逆に言うと手持ちのカードをいろんな戦略でやってみたけど、手持ちのカードだけじゃ戦えないっていうことが分かるっていうこともあるし、じゃあそうしたら新しいカードを手に入れにいけばいいだろうし、まあ、やってみないと結果っていうのは分かんないんですよ。やってみないと次の戦略が作れないんですよ。うん。なんで人類が宇宙に行けたのかっていうと、ロケット飛ばしたからなんですよ。 ロケット飛ばこう失敗してじゃ,じゃあ,、まあ宇宙飛行士さんもね何人も多分亡くなったと思うんですけどもその失敗を繰り返さないためにどこに原因があったのかっていうのを改善したからバージョンアップどんどんできたわけじゃないですか改善ができる場所を発見できたと失敗したことによって分かります何で宇宙行けたんですかっていうもうほんとその通りなんですけど まあやらなければ結果は得られないですから、うん、やるっていうことが全てであると言ってらっしゃる。